MC 交代争奪バトルこの番組の MC をちょっと譲っていただければなと。はい、はい、大丈夫です。2位。あ、ちょっともう一回。いいでしょ、今。2位。はい。2位。自作自演激辛焼きそば対決、勝利は、はじめ社長ありがとうございます。ニトロ、さあニトロでまずはかましていきました。おっと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 、さあ前をやはり行くのは風栄光。さあここでニトロ使っていく、はじめ社長。さあ少しパーフェクトを出してるのはでもはじめ社長だ。さあここで追いついたぞ、追いついたぞ。さあここで追いついた、デッドヒート。さあニトロもう一度出してる、風栄光。さあでもそれでもなかなか差が開かない。バチバチに今日も、うわー、2位だ。なんとはじめ社長ちょっと待って、めちゃくちゃうまくない？はじめ社長、いやーまずはじめ社長、ありがとうございます。この結果どうやって受けますか、自分で。そうですね、結構拮抗した勝負ではあったんですけれども、はい、最後はやはりちょっとここが出てしまったなという。なんかさ、はい、俺の車にぶつかりながらなんかバサバサになってましたね。全然スピードが出なかったっすね。あれ何なの？あれはだから当たってしまうとスピードが出ないんだったりするの。お互いなの、あれは。当ててる方が当ててると出ないんじゃないですか。すげえ、スピード落とされたんだけど。まあ、やっぱり峠なんで、そういうまあね、ちょっと対決形式ですから。カノさん、まさかの2連敗です。いや、衝撃。いやあれだったら、この番組のスピードスターえなこちゃんにも勝てそうな気がする。そう、えなこちゃん早いんですか。えなこちゃんは多分一番だね。あ、そう、めちゃくちゃ早い。さあ改めて第2回戦ははじめ社長の勝利、2連勝、ありがとうございます。さあここからです。ここからですね。大体いつも僕は追い詰められて本領発揮する。